ほら皆さん、こんにちは、とみかつです。で、今回は僕が思うに絶対サーブでやっちゃいけないことを皆さんにお伝えできたらなと思います。よろしくお願いいたします。ではレッツゴー。で、今回は簡単にね、いろいろあると思うんですけど、3つに絞ってちょっと説明していきたいと思います。まず1つ目は、ボールに回転をかけすぎてボールが飛ばなくなるっていうのが一番ダメなので、サーブって皆さん思うに、なんかやっぱりね、壁に当たった後にサーって行ったりとか、後ろ壁に当たった時も沈むっていう、沈んだ方がいいからって言って、この打った時にですね、よいしょ、思いっきり回転をかける人がいるんですけど、もちろんね、これね、回転かけるのはすごい OK なんだけど、回転をかけすぎてやっぱりね、ボールが飛ばなくなると、相手っていうのは構えてボール遅いから考える時間もロブ何でもできちゃうので、深くが基本で、リターンの目線から、見てみましょう。なので、ボールが飛ばなくなるぐらいだったら、なるべく回転を、抑えて、しっかり後ろからボールの後ろを捉えてあげて飛ばす方が絶対いいです。で、ご覧いただいた通り、やっぱりね、ボールが、飛んでこないと、プレッシャーにもならないですし、どんなボールとか、やっぱり考えて打てるので、相手の時間、考える時間を作らないっていうためにも、なるべくね、ボールの勢いはあった方がいいです。はい。2点目。これは、ほとんどの方ができてるんですけど、スピンかかってる方がいるんですよ。よいしょ。やっぱりね、テニスやってる方とかだと、なんかボール出しをスピンかけて入れたりとかするので、まあ、スピンで やりがちなんですけど、これをやってしまうと、相手からしたら壁を使ったらボールがかなり跳ね返ってくるので、あれです、カウンターとかね、ロブとか、いいボール、腰より高いところで打たれてしまうので、非常にね、せっかくね、優位に立てるサーブなのに、相手が優位に立っちゃうんでね、最初から。これはちょっと気をつけてほしいです。はい。まあ、こういう感じでね、跳ねてしまいます。リターン側から見てみましょう。これ、ちなみに、このスピンがかかっちゃう方っていうのは、ラケットが下から出る人がスピンになりやすいです。まあ、僕からのアドバイスとすれば、できれば、ラケット引くときにちょっとね、上目に構えるとすごいかっこいいです。で、上目じゃなくてもまっすぐでも大丈夫です。そのまま当ててあげる。ただ下から出すのはちょっと違うので気をつけてください。もう一度お手本を見ていきましょう。3つ目いきます。3つ目は、ボールを打ってから前に出る。ボールが入ったのを確認してから前に出る方が、いるんですけど、これをやってしまうとやっぱり前に詰める時間がなくて、バウンドしてから取ったりとか、これも相手からしたら、有利になってしまいます。サーブを打ったら必ず相手のリターンは、ボレーもしきたらね、ノーバンで取れるように、なるべく早く行きたいです。なので、ここでやってほしいのが、もう打つときには体がもう前に進んでいるようにしてください。よいしょ。前に進みながら打つ。もう一回いきます。前に進みながら打つ。一回ダメな方法いきます。これはかなり遅いので、もう絶対やめてくださいね。僕が思うに、サーブでね、やっちゃいけないことを3つをご紹介させていただきました。これはね、で、皆さんぜひね、挑戦してみてください。ということで、この、動画が
役に立ったよとか勉強になったよ、面白かったよっていう方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。では、チャオチャオ。